え皆さん、こんにちは。えー、仙台メディアテークの清水と申します、えー、っと今日はえ考えるテーブルの企画の一つとしてえタノンティアの支援ということをしているんですけれどもそのタノンティアについての説明会をしたいと思います。タノンティアというのはアーティストの田野大河さんが石巻でがれき撤去のボランティアをされていることですね。でこれを まあ、田野さんの方でタノンティアというふうに名前を付けて活動をしていらっしゃいますで。メディアテイクではこのタロンティアに一緒に参加してくれるボランティアの人を募集していてあ明日からですね6月の毎週日曜日にマイクロバスで石巻に一緒に活動に行くというようなことをやっています。今日は その説明会ということでタノさんにこれまでのタノンティアの様子なんかをお話ししていただきます。なお今日の説明会の様子はユーストリームで中継をさせていただいておりますのでご了解ください。ではタノさんよろしくお願いします。どうもタノタイがと申します。お集まりいただき。 ありがとうございます。えっと。そうですね。えっと。あ、<laughs> どうも。ありがとうございます。うんと。まあ、僕がボランティア石巻に入った時からの。まあその前からですね。震災が起こって、まずは最初に行った場所っていうのが気仙沼だったんです。 その気仙沼っていうのもまあ友人がちょっと被災をしてましてそれをちょっと助けに行こうといったところからうんとまあボランティアのようなまあ個人的な手助けからまずは始まったんですけどもうんとちょっとそうですねスライドをうんと見ながら当時のスライドとかを見ながらまあ風景の写真で。 メディア他のメディアで見る写真の方がずっときれいだったりまあショッキングって言ったらあれですけども鮮明かとも思うんですがうんとまあ僕が撮ったカメラの写真とかで見てみたいと思います。これがそうですね震災からちょうど2週間ぐらい経った頃のもう気仙沼の状態です。週間経って でもこんな状態ではあったんですがうんまあ建物はうんと壊れでこれはしし気仙沼市内からちょっと速度が速いな鹿織いいかおししり ともう完全に道路はがれきで埋まっていたのでうんとまあ線路も止まっ電車も止まっていたのでずっと道を歩きながら移動していったところですでまあ道路にはこれ港のすぐそばなんですけども船がいくつも投げ出されてる座礁をしている状況 ですねまあ、このオレンジ色のが友人ですその被災した友人ですなんかガイドさんみたいにいろいろ連れてってくれて <laughs> 見て回ったんですけどもまあこういう至る所に気仙沼は船が座礁してありましたこれちょっと速度ってこれで変えるのかな ちょっと最小時間10秒あれ戻っちゃったまあその友人のところに行ったのはもう実際行った時には友人の家の、まあ、商店でお店お茶屋さんなんですけどもそこの中はだいぶもう片付いて。 行っていたんですでもで避難は避難所には行ってなかったんですけど近くに親戚がいて被災していない親戚の家に厄介になっていましたで,でもお茶屋である街中にあるお茶屋さんの2階これは焼け野原の宍りという地域で、ね、2階にはまあ自分たちが暮らしていたので家のものはそのまま残ってるわけですなので で何しろ多かったのが泥棒なんですね、被災の震災当時に多かったのが、だその泥棒対策にということで、仙台の家のアトリエからベニヤ板などを車に積み込んで工具を持って、1階の店舗部分の出入りができないように仮設の壁を建てに行きました。 こ,んな町のこれ友人のお茶屋さんなんですけどもこれ「○○○」が確かもう東海の恐れあるとかなんかそういう感じのマークらしいんですけど勝手に書かれるらしいです。でこういうふうにたまたま白いベニヤ板があって白いベニヤ板で作ったらなんかあの友達のお母さんになんか店が新しくなったみたいみたいに言われてうんと一応これで。 まあ人がなかなか入り,れりにくいだろうという応急処置をしてきました。で、ついでに避難所とかも見てきたんですが、まあ、避難所の中ではこういうふうに住民たちが至る所に洗濯物を干してたりで、正直、なんだろうな、いろんなことで乱れてた状況も見ました。で廊下なんかににも普通に あのみんなの食べ残しの残飯がそのまま放置されてたんですけどもこういうちょっと生々しい現場も避難所を見て回ってきましたでこれは気仙沼の後にうんとにまあもう用事が終わった友達の家の修復は終わったので仙台に帰ろうと思ったんですがせっかくだからそのテレビで映ってた南三陸とか 志津川の地域を通りながら石巻経由で仙台に帰ろうと思いずっと海岸線を車で走らせたんですけどもこれは気仙沼から南三陸町に行くところですね、まあ、遠くの方ずっと結構山の方なんですけども車が投げ出されてたりかなりのところまで津波は来ていたんだなっていうのを感じましたね。 写真だとどうしても点で見れてしまうんですけども,もうこういう風景がどこまでもどこまでも海岸線沿い続いていて霧がないという状況です。でこれは3月31日のうんと31日まで31日の石巻の状態です。 石の森漫画館です <laughs> でで僕はそのまま仙台に本当は帰るつもりをしていたんですがと、まあ、仙台気仙沼を出るときに車のテレビだったかその友人のせ親戚の家のテレビだったかはちょっと定かではないんですが石巻のボランティアセンター がまずあるとだけどボランティアが足りてないみたいな字幕を見たんですね。で「あ,あそうなんだじゃあ石巻まで通って帰ってみよう」と思って帰り、えー、そのままター帰る予定だったんですがボランティアセンターについて、うん、と聞いたらとてもボランティアが足りてないということを聞かされじゃあそのまま車で、うん、と寝泊まりして。 何の装備もなかったんですけどもとりあえずボランティアを4月1日付で始めたことから僕の石巻でのボランティアが始まりましたでこれが3前の日その石巻からボランティアセンターに向かう前に旧北上川沿いを走ってる時の写真です状態ですねでこの写真だと分かりにくいかな水かさが異常に高いんですよ でここの今人が立っている道路の高さまでは水がしょっちゅうあふれ出ている状態でしたで橋もこういうふうに物がいっぱいで倒れないあ通れない状態ですねまあここまでがその石巻ボランティアセンターまでに入るまでの状態です でうんと石巻でボランティアを始めたわけですけどもこれちょっと待ってくださいね音がまた再生されちゃうんだけどもうんとうんとごめんなさい設定であれこれ音出ないようにするにはどうしたらいいのかな 違うあこれかこれを切ればいいのかな OK ですはいで最初に僕がボランティア始めた時僕一人でテの「ボランティア」の「ボランティア」の「ボランティア」ボランティア」センターに入りうんと登録をしてで そこら辺で立っててててくれれっっ言われたんですねで立ってると,、うん、とボランティアセンターの人たち、まあ、ニーズ表と呼ばれるその被災者からの、うん、と今自分の家がこういう状況だから来てくださいっていう依頼の紙を持って出てくるんですでじゃあ次の現場、うん、とじゃあ男性5名行けますかっていう人が まあそこら辺にわらっといる登録した人がじゃあ僕行きますっていう感じでグループを組まれてそれで派遣されるっていうシステムですでそれは今も変わってませんで一人で行ってもそういうふうにうんと登録手続きをして立って待ってるとまあそういう声がかかるのでそれに参加するっていう形ですで僕も今もまだ平日行ってるんですが平日一人の時などはそういうふうに 参加すすることもありますし、まあ、そのニーズ表を持って誰か人を集めて一緒に現場行くことが多いです。で、まあ、最初の現場なんですけどもあとは仙台で仕事をしてるけども休んできた人たちみたいな感じで。 避難、うんと、こういう。まあ、作業を。だいぶ変わってきています。もうすでに二ヶ月ちょっと経っているので。うんと、状況は変わっていますが、まあ、主に。まあ、作業内容も一緒に。写真を見ながら。話してしまうんですけども。 まずはヘドロ泥かきでこれはもうヘドロですねでこれはちょっと油が混じってたりするので結構匂いもありますでガラスなんかもいっぱい入ってるし何でもかんでも混ざっている状態です まあ僕の友人もちょっと駆けつけてくれたんですけどもあのー、はいさっきの写真1回目かな2回目のボランティアですねで1回石巻に帰ってボランティアをしたんですがうんとあまりにも軽装備だ,だったため仙台に帰ってきてホームセンターで必要だと思われるものを揃えてそれから1日置いて翌日かなからまたボランティアに。 うんと通うようよになりましたで現地ではキャンプしてる人テントを張ってキャンプしてる人も結構いるんですがうん作業自体は朝の約9時から始まり9時からボランティアセンターがうーんと派遣を始めそのニーズ表を配り始めてで夕方4時にはもう作業を終えて一応ボランティアセンターに戻るような指示になっています。なのでうんと4時 終わったとしても次の日の朝8時半とか9時までかなりの時間があるのでそこでうんとテントを張って過ごすと体力的にちょっと辛いんじゃないかなと思ったんですねで当初はもちろん電気水道おガス何もないですし今も その3つのライフラインが戻ってないところ全然戻ってないところもあるんですけども,もう当時はうの被災者と同じ状況をボランティアの人たちがし,しに行くみたいな感じだったんですでお風呂なんかも今ほど充実してなくて自衛隊のお風呂がやっとできたぐらいで自衛隊のお風呂も芋洗い状態といってまああったかいお湯が張られた中、まあ、プールの状態の中に。 みんなが入るもんですからお湯もものすごく汚れている、まあ、衛生的にはあまりきれいじゃない状態の提供だったので、まあ、そういう僕はたまたま,まあ仙台に住んで車でなんとか通える距離なので仙台から通うことにしようと思って、うん、と今でも車でボランティアには毎日毎回通っています。 ちょっと話は中断しましたが、まあ、時にはあと大体人グループ15人から20人だと僕は動きやすいんだなと思って今回のタノンティアバスツアーがそれぐらいの人数で組まれているんですけどもうん現場によっては4人5人のチームだったりあとはこの今写真にあるこの現場っていうのは小学校かなこれ中学校だな中学校なんですけども中学校なんかは 数百人の規模でこの日行ったので2日目か3日目だったんですなのでそういう顔も誰とも知らない人さらには一日コミュニケーションも取らずに誰とも1人で行ってしまえばなかなかうんまあ和気あいあいとすることもできない中で作業を最初の頃は続けていました まあでも友人も連れていったのでこういう写真も撮ったりまあこういうのが本当当たり前の風景でしたで途中途中ちょっと写真が変わってしまうんですがボランティアセンターには一応お手洗いとかありますですが被災地にはあの被災地の現場にはお手洗いはないので大体こういうところで済ませていくことが多いです でもし現地行ってお手洗いがない時はどこかで男性も女性も影の方でしなければなりませんという現場です、まあ、それは状況状況現場現場によって仮設トイレが置かれていたりそうでなかったりするので一概に何とも言えませんがそういった何でも今まで普通に暮らしているようには物事は進みませんでこれはまあ まあ、その当時のだいたい手つかずの家っていうのはこういう家の中はこういう状態です何もこの家の中のものだけが崩れてまみれてるわけじゃなく全然知らない何キロも先の家のものが流れ着いていたりあとは近くの工場のものが流れ着いていたりっていう状況です で、これがちょっと挟みますがニーズ表というものですねこの右側にこれ右側にあるニーズ表っていうのが、うん、とまあこれは電話で受け付けたものなんですけどもまあこれ個人名と住所とかいろいろちょっと書かれてますがどういう状況であるとかいうものをボランティアセンターの人が被災者から聞いてそれを まあニーズ表に起こしてそれをもとに例えばうんとヘドロがたくさんありますっていう状況の紙だったらじゃあ土の袋泥を入れる袋を何百枚持っていったらいいかなとかそういうことを判断しながら現地へと向かいます。 でその土の袋とかスコップとか必要な道具は全部ボランティアセンターの方に用意してあるのでそれを必要な数だけピックアップして車に積んで進むことになりますでまあここにせっかくあるので話しますと、まあ、リーダー例えば僕はこのタノンティアチームのリーダーになるわけですけどもうんと最後に作業が終わったかどうだったかっていうのをきちんと報告しなければ なりませんでもし終わらなかった場合は例えばタノンティアで向かうのが日曜日だけなんですねで日曜日中に終わらなかった場合月曜日別なチームがそこの現場に入ることになるのでどういう現場だったかでもし明日作業を続けるなら何人ぐらいの人数でどういう道具を持っていくと作業が終わるであろうという,う データを残していくんですねそうすることによって次違うチームが入った時にまあ作業をしやすくするためにこういう報告書っていうのを書かされますまあ今回タノンティアで行く場合はまあ僕がそれをやるので皆さんは必要ないかと思うんですがもしタノンティアは別に行かれて数をこなしてリーダー職なんていうのをや,らやることになる場合はあのー そういうことを心がけて書いてもらえたらいいなと思います。これも石巻の。状況ですね。で、まあ、だいたいこういう。家財道具は。で、今、ここ写真の上の方にありますが。だいたい家、家に、あれ、これ見えないね。ちょうどここら辺にあるんですが。うんと。まあ、ここまで津波が来てたっていうのは、だいたいどこの家でも見ることができます。 まあ平屋のエリアはこういうふうになっていたり、至る所にまあ水産加工場がねとても多いので、これはカニだからまだいいんですけども、もっと悲惨な生の魚がたくさん放置されています。この写真もで、これは綿の葉のエリアかな。 あの冠水しているってニュースでも見たことあると思うんですけども時間帯によってはエリアによっては、まあ、地盤が7 0ンチから9 0ンチ落ちているので、うん、と川の水というか海の水が上がってきますでこういうふうにせっかく積み上げたがれきも、まあ、積み上げたのかこれはただよけてあるだけかもう一回こう流れ出てしまったりとかするような状況でした でまあ、冠水は今でもあります土地の高さは戻ってないんでなので、あのー、必要な装備の中に長靴って書いてあるんですけどもやっぱり長靴は必須ですでなるべく膝にまであるぐらいの長めのものの方がいろんな状況に耐えれるかとは思います長靴は絶対に忘れないでください これが一番の強敵のイ,カくんですこのイカくんと合わないことを願うって言ったら変ですけども,、あのー、もうこの世で嗅いだことない匂いです数か月放置されたイカくんっていうのはなのでそういう現場に当たったら、まあ、ある意味貴重な体験ができたと思ってもらえば少し。 楽ししくなるかもしれません、まあまあ僕のブログも書いてるので結構見てくれてる人も多いと思うんですが、まあ、派遣の依頼の内容によってはあのー、一軒の家の中から大切なロレックスの時計を一個探してくれっていうニーズもあります。まあ,あ そんなものっていう人も中にはいるかもしれませんがやっぱり被災者の,あのボランティアの基本なんですけども被災者の人が何を求めてるかに、まあ、なるべく寄り添って協力するっていうのが僕なりのボランティアの姿勢だと思っていて、うん、とだからこそ、うん、と自分でがれきをこう処分しながらもこれを勝手に捨てることはなかなか難しく。 うんと一つ一つ被災者の人にこれは捨てていいですかっていう確認作業がとても重要になってきます。自分にとってはこれゴミだろうなって思っても被災者にとってはかけがえのないものだったり思い出の深いものだったりするのであもしボランティアに参加する時に、まあ、何か捨てる時には面倒、まあ、くさいかもしれませんが一つ一つなるべく可能な限り確認してから。 あのゴミの土のの袋に捨てるようにしてください。でこれはボランティアセンターです。でこの日はこういう看板が出てました。でタノンティアの集合時間は7時15分です。で出発が大体いい7時半。でボランティアセンターで。 今日の天候を見て中止にするか開催するかっていうのは決定されます。その時間っていうのがだいたい8時過ぎです。8時過ぎにうんとその決定があり、それを聞いてからこっちから出発すると渋滞などもあって10時半とか11時になってしまうので、うんとタノンティアではとりあえず集合したら、まずは石巻のボランティアセンターには必ず向かうようになっています。 でもしかして雨がひどかったりまあ石巻と仙台でもだいぶ天気が違うんですが向こうの判断で今日は中止ですっていう場合はもしかしたら石巻からそのままバスに乗って仙台に戻ってきて早くに解散するっていうことになると思いますで本当天気がによって、うん、と作業が行われるので。 その点はどうかご勘弁くださいでボランティアをやってると,うんと例えばこの日は作業中止だったんですけどもだんだん腫れ上がってきてしまったんですねで,でも一応午前中は中止午後はまた開催されるっていうこともあるんですけどもこの日は午後からまた作業開始されたんですけども午前中のその空いた時間に うんと一輪車を組み立ててくれないかっていう仕事を頼まれたのでみんなでそれをやっているところですでこれ午後から入った現場ですかねまあ平屋の一戸建てで津波がだいたいここら辺ぐらいまで見えあれ見えてないのかここら辺ぐらいまで来てるんで、まあ、家のものはすべて片付けてくださいという依頼でした で残しておきたいものももちろん被災者の人はあるんですが人によっては避難所で暮らしていると自分のスペースっていうものが全くないので,、うん、となんでしょう取っておくことができないという状況です自分の場所、うん、保存しておく場所がないのでまあそういったこともあります。 でここのお宅は、うん、と大海道というエリアなんですがヘドロの量が半端じゃないぐらいあったところだったのでまずはヘドロをかき出す、まあ、大きな花材を出した後にヘドロをかき出す作業でしたで1日だけでも1日かな半日でこれぐらいの量ですで皆さんこの作業している人の 服装を見てもらえば分かるんですがみんなこんな真っ黒になってますで必ずしも作業がこういったヘドロかきがあるとは限りませんで雨も上がればヘドロも乾くのでなんかいい頃だな <laughs> 雨も上がればヘドロも乾くので、あのー、すごい粉っぽい作業の時もありますですがやっぱりどうしても汚れてしまうので あのよ濡れてもいい作業着は必ず身にまとうようにしてくださいでこれからちょっと暑くなるので大変なんですけどもやっぱり自分の身を守るためにお願いしますあ,あと作業着についての1つあのお願いなんですが決してとブランド品の作業着とかあの高価な作業着は用意しないでください でいろんな現場で、まあ、出会った他のボランティアの人とかアウトドア系の結構高価な雨がっぱを用意してきてきて実際、その人は、まあ、男性の方なんですけどもほとんど汚れない作業しかしてませんでした自分で選んでやっぱり大事な自慢のブランド品の雨がっぱを汚したくなかったんでしょうけども。 うんと重いものを持ち上げたり泥まみれのものを持ち上げるような仕事をその人は選んでしていなかったのでそういうふうになってしまうのももったいないのでもうどんな汚れてもいい格好で臨んでください。であもああります、ね、一応僕があの自転車に乗るときの雨がっぱなんかでもいいんですがあれ僕の荷物どこかに。 いいんですが、結構、まあ、それだと絶対に汚れないんです、中に着ているものは。なんですが、逆に天気が良すぎたりすると、その雨がっぱだと通気性があまりにも悪すぎて、うん、と暑いんですねで、逆に具合悪くなってしまったりするので、で結構値段もしますし。 僕はこれちょっと臭いんですがあのこういう半ば使い捨てみたいなこれで2 3 0 0円ですねでズボンも2 3 0 0円だったと思います3 4 0 0円かな両方合わせても1000円も全くしないようなものを使い回してきてます何も使い捨てのようだって言っても結構長持ちして まあ、ガムテープでちょっと直したりあとはこのままホースで水圧ホースで水洗いしたりして、あのー、使っているのでこれはホームセンターとかで売ってますのでこういうものの方がいいんじゃないかなって僕は思ってますけど、まあ、それは何もこれじゃなきゃいけないわけじゃないので、あのー、ご自身で。 選んでもらって結構ですもしよかったら <laughs> で、ついでに長靴、あまあ、ごめんなさいね、なんか話がいろいろ混ざっちゃうんですが、長靴も結構、あのこういう長いものがいいですで、そこが厚いものが結構いいです。 というのもがれきの上を歩いたりあとはまあそこら中がれきだらけなんですけども崩れた家の材木から釘が飛び出たりしてるんですよでそれを踏むことがしょっちゅうありますもうこれでも2回3回ぐらい穴あいあの釘が中に貫通まではこの長靴はしなくてすごく重宝してるんですけども足に刺さることもありますで今まで頼んてはいって 釘踏んでしまったのでって救,、まあ、救急所に行った人もいるぐらいなのでなるべくそこは厚いものがいいです。でこれは先っちょに汚ねえんだなあの鉄が入ってて万が一足に重いものを落としても大丈夫な長靴です。よかった匂い,い,いと まあそういういいいもものをうんと選ぶといいかもしれませんちょっと値段は高いんですが長靴も500600円から買えるものからこういうふうに3000円4000円ぐらいするものもあるんですがもし長く行かれるのであればなるべくいいものを使ったほうがいいのとあとまあ長靴であればあの使い捨てしなくても水で洗えばなんとかな,んとかなります。たただやっけみたいななのはかなり 泥の匂いが取れないので、使い、まあ、ボランティア、全部もうやめるっていうときには、捨てることになるかと思います。すません話がまあ、主に、そして運ぶものっていうのは、大きな家財道具から、本当すべてですね、畳で、畳なんかはとても重いです。 あの6人がかりでやっと運べたりします。というのもヘドロとか水が全部吸ってしまっていてものすごい重くなってるんですね。でわかるかなここに魚とかお魚さんとかがいっぱい流れ込んでちょっと休んでます。こういうものも全部でこう塊で出会う魚群魚群さんたちと出会うんですがこの魚群さんたちは。 あのー、結局水産加工場で冷凍されていたビニールに包まれてたとかそういうもののビニールが剥がれて冷凍だったものがそのままこの場所で解凍されて腐り始めてウジ虫が湧いてっていう状態ですまあこういう状態ですね で正直、今この状態なのかはわからないです、その現場現場によってまだ手つかずのところもあるのは事実なのでこういうところもありますし少しずつそういうことはまあ片付いてはきているのでこれはあのー、マンションの床が抜けている状態です、だ1階のた床があったのはこの高さですね。ででも重さで全部 床が落ちて中下にがれきとかお魚さんとかがまあいっぱいあるのをみんなで結構危ない作業もありますこの板なんてブル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 した中を女性のまあタノンティアの人がこう上に乗ったものを拾いながら捨てているところですねあこれがまあ 例えばお魚さんたちの群れをこう <laughs> あの片付けるとこういうふうになりますでところどころウジ虫がいると思うんですがちょっとあんま見えないですけどもでにいはとてもきついですあれこれかこれもなんかよくわかんないんですけどもまあこんな状態です でまあ、これ、いつだったかのタノンティアで行って二十何名で行ったときなんですがみんな大体、こんなブルーシートに座ってご飯食べれることは稀でそこら辺にあるがれきで即席のテーブルや椅子をつくつか作ってみんなでそこでわきあいあいと食事します。で足のの裏がすすごいいい魚魚臭臭んででね腐った魚臭いので みんなちょっと外に足を向けながらなるべく風上の場所を陣取りながら食事をしていますでまあこの時の大きな作業この走行腰って多分ウェブなんかでも僕のウェブでも見たことある人がいると思うんですがこれの動画もあるのであれこれ一回エクスポーズできないのか これ最初からになっちゃうのかなうんとまあ走行ここしのせっかく動画があるのでこれかなこれこれかなこれ音ってあんのかな これフルスクリーンとかできるのかな。こう。あ、入ってるのと。人間の力ってすごいなっていうのが。 の方が多分数多いんじゃないですかね。なので女性でもできます。 ねす,ね、すごいいいキャラクターの。まあ、ここも一面全部ヘドロと魚とゴミだったんですが。これは結局2日間かけて、このエリアは片付けたんですかね。まあ、こういう風に運び出して。どんどん。で、まあ、元に。 戻したり結構まあ本当現場現場日に日にどんなニーズがあるかによって、うん、と作業の内容っていうのは異なってきますでこの間もうんと一昨日ですか僕行った時もまだしたことない作業でど比較的楽な作業でしたなのでまあ行ってどんな作業かな今日はっていうのをまあ思いながら行くのも 楽しみです、まあ、楽しみってことあ違うこれじゃない楽しみって言ってなんか不謹慎なようにも聞ま,た、まあ、また始まっちゃった、うん、とように聞こえますがやっぱり僕そのタノンティアとしてやっているのはすごく、うん、となるべく継続的に長く何度でも行けるようにボランティアができればいいなと思って。 楽しみながらその瓦礫の撤去をやるっていうのが僕の考えです。これどうしたらいいのどうやってキャンセルでいいの再生してたあありがとうあこれで音切ればいいんだよね。まあこういうあれ違うなこれじゃないなこれ一番最初だな。 うんと作業風景のさっきどこまでいったろう倉庫起こしまでいったねあこれかここら辺までいったんだこれで再生再生まあ分かんないもう分かんなくなっちゃった再生 <laughs> 再生あこれがまあ家の中こういうい全部ヘドロですねで完了にすりゃいいんですね完了にしてこれで再生ですねあすいませんあもう戻っちゃうんだ途中から行かないのごめんなさいまあこういう感じですかでこういうふうに、うん、と家の中全部ぐじゃぐじゃです まあ、さっきも言いましたがこういうものはいちいち確認して袋に入れるようにしてくださいで前回行った時もそうだったんですがヘドロとか泥がだいぶ乾いてましたこの間は今日明日の雨でまたどうなるか分かんないんですけども結構埃っぽいですなのでゴーグルを持っていったら、うん、持っていくのをやっぱり最近はおすすめします最初の頃は うんとヘドロっぽかったのであんまりほこりっぽさがなかったんですねでも最近はすごい砂ぼこりが多いのでゴーグルを持ってってくださいであとはそうです、ね、アスベストなんかの、まあ、話も聞こえてくるので、うん、とマスクマスク マスクもこういった結構高価ではあるんですが二千数百円するのかな替えのフィルターが500円ぐらいのこういうもの防塵マスクっていうものを作っていく方がいいかもあの買っていくのがいいかもしれませんちなみにあの僕が使ってるマスクはこの快適爽やかマスクっていうので僕はやってるんですけどもまあ心配な方も多いと思うので ぜひここううういうのを使うことをおすすめします、はい、で何がいいんですかとかよく聞かれるんですが基本的にあの自分であの,のことなのでお金が余裕があるとかそういうこととかあとはなるべくケアしたいという人はなるべく、まあ、しっかりとした装備で臨んでください。 で僕もその方がいいと思っています。なかなか一概には言えないので、まあこういう状態ですね。まあ結構こういうふうにヘドロが乾いてきて、このまあ以下この奥にあるのが魚がいっぱい入ってるやつです。通称優しいやつって呼んでるんですけども。 もともとは冷凍食品だったんですが溶けてしまってでも袋の中で腐り始めていてでこれをうかつに持ち上げようとすると破けてとっても大変なことになるのでこれをもしタノンティア作業中に見つけた方がいたら必ず僕に報告してくださいあの特別な能力がこれを処理するには特別な能力が必要です で、これちょっとわかりにくいんですが、家の床を拭いてます。で、拭いてるのは毛布です。で、作業中にも、あの、作業の時に、きれいにするために使えるものが。家の中からたくさん出てきたりします。あの、例えばハサミ、はさみかった包丁。こういったものは。そうですね。瓦礫の下敷きになった。 あのテレビとか電化製品のコードを切ったりするのにとても使えますそれが引っかかってるとなかなか物が取れなかったりするのでそういうものを見かけたらすぐにがれきごみとして袋に入れてしまうんではなく取っておいてくださいで紐とかあとはもう紐とかも材木を束ねるのに結構使えますそれからこういった毛布とかタオル類っていうのも床とかうーんと 拭き取取るのののにはは使えますのでそういうものは取っておいいいもってください例えば流れ着いたこういう松の枝もほうきの代わりに使えますで一応はニーズ表をもとに道具を揃えていくんですけれども必ずしもそのニーズ表に書かれていることが正しいとは限りません。なので もし道具、この時に箒を持ってきてればなと思う時はその代用になるものをみんなで考えて作業したりするのも一つタノンティアの楽しみでもありますこれはいいかなちょっと割愛しますでまあいろんなゴミというかがれきがあるわけですけどもこれはマグロですあの2 3 0 0キロあるマグロがこうたどりって 庭にいたっていたう感じですねこれ大体サイズが分かるために友達に並んでもらったんですがあのちょうどこのお腹のところからもう日差しを浴びて内臓中が腐ってるのがガスを放出しててプクプク,プクプクプク言ってるんですよねそういう貴重なシーンを見ることができますまあ本当いろんなものがあるので。 でた畳を運び出したりで、まあ、お昼休みとかはしっかりとるように心がけてくださいでみんなお昼休みには寝ていますでたいこうベテランになってつまものになるとこういうふうに <laughs> がれきのゴミを使ってまあ寝るっていう、まあ、こ,れあこの人ベテランなんだなってこういうの見たら思ってください <laughs> まあ僕ぐらいになるともうやっぱりこういう あのマグロの築地のマグロの解体ショーの夢を見ながらお昼寝をしているんですけどもまあこういうふうに和気あいあいとやれることを見つけながらやるのがタノンティアだと思ってますでここで一つまあ一つというかボランティアをやっても楽しくやるのはそうなんですが悲しい話もたくさんありますそれは被災者の人が話す その自分の家族を、まあ、ちょっと背負えなかったので足のいい不自由な旦那さんをあの部屋に残したまま自分だけ逃げてきてしまったとかあとは、まあ、そこら中無理にこじ開けられた金庫が転がってたりとかそういうのは、まあ、被災地の本当現状です。 なので、まあ、作業をしながらもちろん楽しく自分たちが気がめいらないようにやるのは大切なんですけどもやっぱり被災者の人たちに配慮も必要で例えばあまりにも現場が臭いんですねその魚が腐った現場っていうのはそういう時に大声でテンションを上げてよっしゃ頑張るぞとかうおとか言いながらやる人たちも見受けられたんですがその被災者の人は意外とこの音とかに敏感になっているので。 あのー、極力、まあ、無駄に大騒ぎしてテンションを上げようとしたり大声を出したりとかそういうのはやめてほしかったりあとは、がれきではあるんで,で次々やらなきゃいけないのでボンボン外に投げ出さなきゃならない時もあるんですがなるべく物音が立たないようにとかあと、目の前被災者の人の目の前でそのゴミとして完全にすべてを扱うようなことは。 慎んでいいいたただきたいなと思いま,すまあ中にはすごい陽気な人もいるのでそれはそれもまた一概に何とも言えませんが明るくしたい時には明るく付き合って振る舞ってもらえればいいと思いますでこれも「優しいやーつ」のうちの一つですねこの中にあるのが何なのか実際分かんないんですけども 太陽の熱を浴びて今これパンパンに膨れ上がってるところですねでこれもし終わった時にはもうこれはきっと大変なことになるのでこの日ここの現場の作業は終わらなかったのでとりあえず次のそこに入る人たちに託してあのー、こうこれは後にしましたまあこういうまあこれでいつの日付だろうまだ2週間 3週間ぐらい前でこれぐらいですかね、これ、一軒家です、で、まあ、場所に本当よりけり、その被災者によりけりなんですが、2階部分で生活している人、それから2階部分はまだ無事に残っているっていう場所は多いですで、1階部分のがれきをとりあえず撤去してもらいたい、なぜなら2階に住んでるからとか、あのーまあ、悪臭もひどくなるし、あのー、どけてほしい。 それから貴重品があるのでそれをどうにか救出したい通帳だったりハンコだったりそういったものを探すためにまずは大きなゴミを取ってほしいっていう人が多かったりしますで正直正直このエリアもなんですけどもうんと行政の区画整理の話も出ています あまりりにも周りの被害がひどすぎてですねでこの建物なんかも全部取り壊すことになるっていう可能性がものすごくあ,りあるエリアなんですなんですがうんと結局これもボランティアをやる上でのことだと思うんですけども結局この家を取り壊してしまうんだったらもう一気に重機使ってやっちゃえばいいんじゃないっていう ことにはならならくてやっぱりその被災者の人がその時今何を望んでいるかっていうことに最大限協力するという気持ちでいればあのたとえおいおいこのきれいにした建物が取り壊されることになっても被災者の人たちの気持ちはあの少し癒されているんだと考えれば全然物事は別なことだと思います。 でこれも優しいやつブルーバーバジョンですね <laughs> なんか優しいやつばっかりの写真なんですが、うんとはい、ちょっと本当に怖いのでこれの扱いだけは気をつけてくださいで作業する上での重要なことの一つにがれきの配置置き方っていうものがありますあのリサイクル家電のゴミは うんと分かるように別にちゃんと置いとくようにしてくださいで土の袋は土の袋畳は畳そういうふうに整然ときれいに並べるのがそのがれ撤去のコツですで今なぜこんなところに畳を置いてるんだと思う方もいらっしゃるかと思うんですがこの排水の確保っていうのはとても重要な課題でもしかしたらまあタノンティアで 行く先も1日ただ排水のヘドロをかくっていう仕事があるかもしれませんあの水が抜けないとどんどんあふれ出て衛生面もよくないですしなのでこういう中にゴミを落として塞いでしまうことのないように一度これはきれいにした場所なのでそこに気を使ってまあそこに間違って物を置いてしまわないように向こう側まで畳とかベニヤ板を引いてありますその上にがれきを置いていてたりします。 で見た目にも整然としてる方が街として気持ちいいですし心地がいいのでこれさっきのお宅です1日かけてもう一回ちょっと戻りますねここのあのお宅が約20人の作業によって1日でこういう状態になりますなりましたこの時は嬉しいです やっぱりこの終わった後の爽快感はあるんですけどもでこの方が被災者の方なんですけどもすごく気のいいおじちゃんというか明るいおじちゃんで <laughs> あのすごい鉛りが強くてなかなか言葉がわからない人たちも多かったんですがでこうやって被災者の人はのといろんなことを話したいんです自分が体験したこととか。だかそれを手を手止めてみんなで まあちょっと時間を長くなってでもみんなで囲んでその話を聞いてあげたりっていうのもあの被災者の人たちは気持ちが晴れるので何かそういう話が始まったら目の前にある作業を手を止めてでも聞いてあげるっていうのも一つあのまあボランティアのやれることなのかななんて思ってますすたちででね、まあ、本当こういうい状況です。 でこれもまた作業のポイコツなんですが洋服ボックスっていうんですか衣装ボックスに水がたプたプ入ってたりしますでそれは捨て、まあ、処分するっていうことがほとんどなんですけども一度カラーボックスの蓋を取らずに横にしてすべて水を抜いてからあの中の洋服を取り出すといいでしょうほら美しいでしょうあの美しいんですきれいに積むと。 なんかもう最近、半ば病気みたいになってきちゃって車でこう被災地をこう移動のとき動いてるとその,土のう袋の積み方がよくないとかあの瓦礫のよ避け方がよくないっていう目でいつも運転していますで余震がまだあるのでそれで崩れてしまうのを避けるためのにきれいに積むっていうのもあります。それから雨が降ってヘドロを一度 物の袋に入れておいたのがまた乾いたものが水を含んで全部流れ出てしまったりするんですねそれを避けるためにしっかりと口を縛るっていうこともありますでこれは2か月放置された冷蔵庫の中身です <laughs> 中身ですって言われてもしょうがないんですがこういうのもものすごい悪臭ですそれはまあ鼻で息しないように口で息して 布を片付けるようにしてくださいでこういうピアノが出てくるのがまた一つ大変ですこれはまた綺麗になったところですねビフォーアフターみたいな感じでこれもまあ別なところなんですが、まあ、庭中このお宅はもうご自身まあご家族で家の中のものはほとんど処分されていて からでしたこの時のミッションは外のうーんとヘドロ土の上に乗ったヘドロの層を全部かき分けるという仕事です。結構な重労働でしたねこの時はでみんなたいこう床もう地べたに座ってあの瓦礫の中でご,ご飯を食べますが最近はとてもハエが多いです。 のちょっと前までは宇治虫とたくさんあったんですが今、大人になって今、大空を、まあ、元気に駆け巡っているので衛生面はちょっと心配なんですが、あのーはい、注意してください。で、これがきれいになった庭です、どうですか、ちょっと,ょっと感動するでしょう、この状態から。 この状態もうなんか普通の庭に戻ってるっていう感じなんですが、まあ、こういう作業をしますあれなんか写真がなくなってるな見せたかったのでこれ実は一昨日の作業ですでさっきまだやったことない作業っていう話をしましたがうーんとこのお宅は床を1回剥いでそのし床下にある臭いヘドロをまずは取り出す。 その後に消毒液を撒くその後にあの石灰ですね白い粉を消毒用にまいてその,その上にさらに砂利を敷き,き詰めるという作業を依頼されたのでみんなで床の下に入ってまずは泥をかいたりしていますでこれ石灰をまいている量ですねでこれもまあブログにも書いたんですが どれぐらいの量かけたらいいんですか?」って言われたんでブッシュド・ノエルの粉砂糖のぐらいの感じでっていうとなんか楽しくこの石灰巻きができたって言ってましたそういう楽しいことをいっぱい見つけながら作業すると目いらないと思います、ね、ロマンチックでしょちょっとで砂利をこれはあのーまあ、スコップで敷あのすくってバケツで巻いてそれをまあ小さいショベル スコップみたいなので平らにならすっていう作業が作業と仕事でしたでこれもおとといの写真帰り際に撮った写真ですが、まあ、まだ大きなこれもなんかよく分かんない有名な人らしいんですが、まあ、全然誰か分かんないんだけど一応サインだけはもらっといてあげたんですけどもまあがれきは日々撤去されてます で僕実は一昨日行ったのが10日ぶりぐらいに石巻に行ったんですがその海岸線のエリアはもう大きな車とかはもうほとんどなかったですね車は車で多分早いうちに全部まとめて片付けたんだと思いますがだいぶがれきの量も減ってきています、まあくまでも幹線道路沿いの話なんですが奥の方に入っていくとまだ 住宅によってはまだ手つかずの場所もいくつか見受けられました、まあ、ただそれが実際ボランティアが必要ながれきの撤去が必要な家なのかは分からないんですけどもというのももう家主が全部貴重品取ったから放棄するからもうゴミも出さないでこのままもう重機でさら地にしてくださいっていうこともあるので。 正直どういう現場に入れるか入るかっていうのは行ってみないと分かんないですがれきは、まあ、町の幹線道路からものはなくなっているんですがその分これががれきの山ですでこのすぐ向こうが海になってますここはで今建物が何もなくなってしまったのでもし今度津波が来た時に何を、波を 遮るものが何もないんですねそれで今即席で一時保管として海岸線沿いとかにまあがれきを使ってて堤防のように積み上げていますでこの写真はもう住所がなくなってしまったんで宅急便の人が近所の人に「この人どこかにいないかね?」っていうのを聞いて配達して「あああの人ならどこに今いるよ」っていうのを配達しているところですね。 でまあ、この写真は、まあ、作業の一つの重要な写真なんですけども作業終わったらまず道具をきれいに洗いますで現地で、そ<の>現場ですね被災地の現場でもし水が出ている場合はこうやって現場で道具をみんなで洗って、うん、と車に積んでまたボランティアセンターに返却します。 もし水が出ていない場合は砂を使ってスコップを洗いますかさかサラサラの砂を汚れたスコップにつけるとへばりついてそれをゴム手袋でこすると結構きれいになるのでそういう洗い方をしたりしますそうでない場合はもうどうしようもない時はボランティアセンターに行って水洗いをしたりします これで写真終わっっちゃったななんかもっと写真他にあったと思ったんだけどまあこんな感じですかねでさっき言った石巻の状況が変わってるって,って言いましたがこれが僕最初に行った頃の「頑張ろう石巻」テレビで見たこともある人がいるかと思うんですがこういう状態でした最初はまあうん。 で次行ってみたらさっきのところに床がこう手前側が舗装されていて復興するぞっていう文字がまあ作られていてで周,り周りもすごいがれきだらけなんですけども次まだがれきが多いかな今度これゴールデンウィークの頃ですねそうなるとだいぶなんかこう演出がこう始まって。 こういうのぼりがあったりで一昨日行ったら今度花がこういうふうに添えられていてなんかど,んど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 んこうものが増えていってる状態ですねはいまあこういうふうに状況は刻々と変化していますでこのエリアも,もうかなりの数のがれきが自衛隊によって撤去されて すごい見ものが,がなくなった分でまあタノンティアの話になりますがタノンティアではあの毎回作業終わりに被災者の方などと、まあ、記念撮影をこうやって撮るのでこのタノンティアのポーズっていうのをぜひ <laughs> 覚えてもらえたらいいと思います。 まあこれ休んでるときも全部タノンティアのポーズなんですがこれがまあ被災者の方ですねで僕らはタノンティアのポーズで一緒に記念撮影したりこれ目見えてる人とかいるけどもまあこういう感じで楽しく楽しく過ごしていますなんでこれ目を隠すのっていうふうに言われたんですがまあまあきれいあ きれい事かもしれませんが、うん、と僕は一応 <coughs> 作家として田野大河としているわけですけどもその作家であることとか田野大河であるということを抜きに、まあ、無名のただのまあがれき撤去作業人としてその現地へ赴いてがれきの撤去をする。 っていうことなんだろうなっていうのが僕の中にあって僕がやってあげましたとかうんと、まあ、例えば僕は被災者の方に連絡先を教えたり聞かれてもまあ教えなかったりしてるんですねっていうのもまあそれを教えてしまうと向こうは僕のことを感謝してくれてうんとお礼状を書きたいとか言ってくれるんですけどもやっぱりそれどころでは本当はないはずですしまあ そこまで関わっていいものかっていう僕の中のやっぱり迷いがあってで僕はこういったまあがれき撤去をなるべく多くの家をまあのがれきを撤去したりしたいと思ったときに一人一人と深い関わり合いになることも大事なんですがもうあくまでも,もうとにかくたくさんの人をと思っているんでそれを全部うんとまあもっと深いところまで関わっていくと。 この作業は続けられなくなってしまう。ということから、まあ、無名として。まあ。瓦礫の撤去をしています。っていうことで。まあ、こういうポーズにして、みんなで記念撮影撮っている。撮っています。まあ、こんなところかな。まあ、これが結構みんないつも楽しくなっちゃったりして。 ろろう撮ろうって言ってて言、まあ、こういうふうに遊んで写真撮ったりもするんですがこれは一昨日の写真です。はいこんまあ、写真はここんなところかなで一応まあざっくりとですがあのまあ今日に至るまでの動きだったり作業をやってることだったりっていうのはなんとなく分かってもらえたかと思いますが今度はもうちょっと具体的に。 タノンティアとして必要なことをもう一回この必要なものも含めておさらいで流していきたいと,、うん、と,行きたいと思います。まあ、ここら辺は適当に裏で流しといちゃっていいよね。でまあ、先ほども言いましたがあの作業にするにあたって装備大切なことがあります。まずはこのやっけ 使い捨てしてもいいと思われるような類のものをぜひ用意してください、それから長靴、長靴はまあ持ってない人はこれを機に、まあ、梅雨時もでもありますし、一つ、長靴一回に一つあってもいいんじゃないかと思うので、なるべく足を守れるものを買った方がいいとおすすめします。 誰もメモるような人はいないんですね。まあいいや。うんと、あとはマスク。マスクはなるべくあのー、いいものというか、なんだっけこれぼ防塵マスクで DR77R 型。あ違うな。なんかあるんですよね。その。 その防毒でもないし防臭でもないけどもアスベストなどのものを遮ることの基準を満たしているものっていうのがあのホームセンターなんかでも売っているのでそういうものを用意した方がいいかと思います僕はこれを使ってます <laughs> っていうところですであそれでタノンティアバスツアーに参加するとですね漏れなく奥さん ももらえるるのがあるんですよでまずはこのタノンティアバスツアーのしおりというのはこれ何もそんな大層言う,うことではないんですがバスに乗るといろいろボランティアのこの石巻のちっちゃな知識だったりあとはまあ必要な持ち物、まあ、最初にくれっていう話なんですが。 あのまあ乗った人だけっていうことに今なっているのでおいおい分かりませんがこういういろんな豆知識がいろいろ図解で書かれていますで最後には「タノンティアの歌」っていう歌もあるのでこれはまあバスがすごい渋滞するんですよ1時間半で普通行けるところが2時間から 3時間かかったりするんでそのバスの暇な車内の中でみんなでこれを歌ってみたりっていうそういうことを考えているのでこれは皆さんに必ず覚えてもらいますあとまあ塗り絵がついてたり、まあ、こういうとても使えるのかなバスツアータノンティアバスツアーのしおりっていうのがまあ配布されますそうだ僕話忘れてた中に さっきお昼の話が出てきましたがお昼のおかずはなるべく魚介類は避けてください。あの現場によってはものすごく生臭い魚臭い現場なので筋子の,のおにぎりとか食べたりするとあの本当吐き出してしまうぐらい臭いんですよ。 で特にサバ缶も、誰かこの間、持ってきて開けて食べてたんですが、僕はそれを食べれずに本当に吐き出してしまったので、あのー、作業現場とシンクロするような、あのー、お魚系の食おかずはやめたほうがいいと思います、まあ、そういったこともこのタノンティアバスツアーのしおりには書かれています。それとあとあ一応まあ手を 完全にに守るためにというのでゴム手袋でよく現場でも軍手だけの人とかあとはお母さん方が食器洗い手,洗あの手,を手が荒れないようにとする長手袋みたいのをしてる人がいるんですがそれだと釘とかガラスの撤去をすることがあったりするのですぐ破けて実際に僕と一緒にいた人もそれで。 あのー、い医務室っていうんですかそういうところに手を切ってしまった人がいるのでなるべくこの厚手の廃油油も大丈夫っていうような分厚くて長い作業手袋を準備するようにしてくださいでまあそれこれは一応配られるんですが僕なんかはもう当、うん、もうこういうのを使って で洗えば何度か使えるので臭いですがあの洗って僕は再利用しています、うん、これはあんまりまだ匂いしないですねあで今この中にその作業ボランティア始めた当時の手袋が洗わないまま今ビニール袋に入ったまま,まこのまま2か月半ぐらい経ったものがあるのでもしあの匂いとか確かめたい方がいたらあとこれれ 二重になってますからあの開けてに回い嗅いでもらえればいいと思いますでも長手ゴム手袋も何度か使うとやっぱりもうだめになってしまうので何度か行く方はこれは1回しかもらえないのであの余分に用意しておいてくださいどうしても手で仕事をしていて手を切るのが心配な人切ったら大変だっていう人は大きめのゴム手袋の中に軍手をさらにして作業すると、まあ、汗も吸ってくれますし 多少作業はしにくいですが、まあ、そっちの方が手を守ることの方が優先なのでそうやって作業すれば問題ないかと思いますそれとあとこの3つもらえるもののうちの1つのタノンティアバスツアータオルというこうやっってて持いいのがもらいますかなり緩い感じでこんなのいらないっていう人もいるかもしれませんが もらっててあげてくださいでこのバスツアーに出る日程とかあとはマスコットキャラクターのタノンティア君とかが入ってますあとここに僕の,あのロゴが入っていますこれをまあ参加者全員に一応まあチームカラーとして配ることになっていますですねタオルはうんと頭に巻いたりそうすると まあ、砂ぼこりが多いんですよだから髪の毛ぐじゃぐじゃ,ゃでギシャギシャになっちゃうので頭に巻いておくとかあとは汗拭ったりするのに必ずタオルは1枚,も1枚2枚持っていった方がいいと思いますであと何が必要かなそれぞれ用意してもらうものにヘルメットなんかもよく書かれてますがうーんとどうし正直まあ 頭を怪我する危険性がないとは言えないのでどうしても心配な人はそれぞれ、まあ、ヘルメットを用意してくださいでも僕,僕の意見ですけども僕は一度もヘルメットをつけたことはないです僕はいつも手ぬぐいを頭に巻いてこのタオルを頭に巻いてだけ作業していますあとは屋外作業になると日差しが強かったりするので帽子なんかはあってもいいのかなっていうのは思います あと、何がああるだろう、う、持ち物。ああと、そうゴミ袋こういう大きいゴミ袋は少し厚めの0 0 2 5ミリとかそういうものをうんとたくさん持っていった方がいいです、まあ、5枚でも10枚でもというのはこういった汚れ物が出たにあに。あのー すすすごい悪臭だったりするんで,すで洗ってる暇もないのでそのままもうゴミ袋に突っ込んで持ち帰ることが多いので何枚か持っていっておくととてもいいと思いますこれとあと長靴も全部僕のこうやってポリ袋に入れてますが、まあ、こうやって移動の時には匂いも漏れない汚れも出さないっていう状態でものを入れるのにも使えますし。 あとは貴重品なんか現場によっては自分で持ち歩かなきゃなんないときにこういうバッグそこら辺置いておくと,うんと泥まみれになったりするのでこれをまあゴミ袋に包んで置いておくためにもゴミ袋はいろんなことに使えますあとあったらいいなと思うのはこういうウェットティッシュとかですかね まあ顔拭いたり手拭いたりっていうのには使えるのででもまあ邪魔に荷物にもなるっていうんだったらきっと誰かが持ってきてると思うのでそれを使ってくださいあと必要なものはあのおやつですねおやつはまあうんと作業中もお昼ご飯の後も移動の中も あ,のあるとだいぶ気分転換にもなるし疲れも甘いものチョコレートとか飴とかは疲れも取れるのでちょっと忍ばせて持ってくるといいかもしれませんそれとお弁当をさっき話しましたねお弁当は必ず忘れないっていうこととあとは水これなんで水置いてあるのこれ飲んでいいのかなあ飲んでいい俺が飲んでいいやつなあの水を、うん、と少し 多めに持ってきてくださいこんなちっちゃいのでは多分足りませんまあ人にもよるとは思うんですが500ミリ以上2リットルぐらいあるといいですでなるべく2リットルぐらいのペットボトルの水がいいと僕が思うのは現場で水がないときに自分の手を洗ったり口をゆすいだり顔を洗ったりするためにも、まあ、きれいな水として使えるので。 ちょっと重いですがバス移動ですしペットボトル2リットルの1本1.5リットルか1.5リットルの1本持っていくとだいぶうん使えると思いますそんなところですかねあといるかな持ち物はいそんなところです何か他に質問ありますかって唐突ですが なんか気になったこととかあればお答えしますがいやどんなことでもいいです恥ず,恥ずかしがらずに聞いてくださいいいですかはいはいええ質問がある方はいらっしゃれば 週何回ぐらい何曜日に行かれてるんですかすいません、基本的なことであ僕ですか、それともバスツアーはバスツアーですね、あの明日から、あのー、毎週日曜日、6月いっぱいまでだから今月の29日から29日、6月5日、12日、19日、26日の全5回です。 朝7時15分に集合で7時半出発で作業がある場合は帰りはまあ7時から8時ぐらいの間に帰ってきてここからの解散になりますはいでこのほかにも実はこのバスツアーっていうのは僕がタノンティアカーというのを出しててですね 自分がボランティアに行くのに自分の車で行くのに一、まあ、人で乗っていくのはもったいないなと思ったので僕のブログを通じて、うん、と一緒に乗っていきたい人いませんかって募ってたんですねで実際に今も平日はこのタノンティアバスツアーとは別に自分で個人的に行けるときは行くようにしているのでそれは不定期僕のブログに明日行きますとか明後日行きます 誰か車乗ってきませんかっていうお誘いをしてあーんと連絡メールをもらってじゃあ一緒に乗っていきましょうどこどこでピッ,クし、ま、ピックアップしますっていうやり取りをしながら石巻には行ってますただ今回のタノ,タノンティアバスツアーに関してみんなでバスで1台で行くっていうのは明日から毎週日曜日6月末までやってます えー、他に質問なたりしますか。はい。あのバナナはおやつですか。<laughs> うんバナナはですね。<laughs> 冗談です。おやつです。<laughs> えっとあの女性陣とか、ええ、あのフル装備でそのまま集合した方がいいんですか。それとも着替える場所とかがあって。 あのもう現地にすぐ行ける状態の装備をしてあの7時15分に集合なのか少しあのき着替えじゃないけどできる場所とか環境があるのかなと思ってうんとまず着替えをするような場所はありませんだからあ着,か着替えるとするのであれば瓦礫の陰で着替えるか、うん でもがれきがないようなもう撤去されて何もないところかもしれないしそれで着替えてもらうかもしくは、まあ、バスをじゃあ今ちょっと女子タイムみたいに言って、まあ、僕は乗りますけどもその間に女性は着替えてもらったりじゃあ次男性がっていうことはある可能かと思いますただまあそれはまだ決まってないので。あのー っていうのががつなんですがあと行く時は作業着で行っても大丈夫なんです綺麗な状態ですからただ帰り帰ってくる時に作業を終えて泥だらけの長靴とかあとは泥だらけのやっけみたいなので帰ってくると,うんとバスも汚れますしで着替えた方が疲れも取れますしで周りに 異臭を放った状態で座っていると周りにも迷惑がかかったりするので本当ならやっぱり、うん、と行くときはきれいな作汚れていない作業着で行っても帰りは靴を変えてあとはやっけを脱ぐことができるぐらいの状態ではいたほうがいいと思いますそれとそうですね、うん、何しろ結構時と場合によっては汚れるので。 でバスも一応借りてるバスなので借りてるお金払ってるからっていくら汚してもいいというよりはなるべくきれいな環境でいたいなあと向こうで暑かったりするとものすごい汗かいてみんな作業終わり T シャツ着替えたりして帰ってきてますタノンティアカーで行く時はその方がだいぶ気分もいいし靴下なんかも一応持ってって履き替えた方が ものすごい爽,爽快感があるのでやっぱり向こうで影の方とかバスの中でちょちょっと着替えるぐらいの方がいいかと思いいいまますはい、ありがとうございます、えー、他にどなたか質問ある方いらっしゃいますかはい えっと今、装備として必要なものをお伺いしたんですが行った先で作業するために必要な道具としてあの準備しなきゃいけないものとかはないんでしょうかあの基本的にまあ作業の時に使う大まかな道具まあそれもね状況、状況によって道具っていうのは違うんですけどもそれはすべてボランティアセンターの倉庫の方に。 準備されてますその一輪車だったりとかスコップあとは土の袋バールそういったものはあの現地にもう準備がされてるので結構な数全く持っていく必要はありません人によってはあの畳をこう持ち上げて引っ掛けるような職人みたいな道具が欲しくてあの買って持参している人はいました それはでも結構使えたりしますけども。基本的には何も持っていかないで大丈夫です。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか。はい。えっと、細かいことなんですけども、はい、名札とかそういったものは準備しなくていいんでしょうか。それです。説明が遅れていましたが、あのー。先ほど。これを。 お見せしたときにあったかと思うんですが皆さんにはバスの中でガムテープに、あのー、名前を書いてもらいます、あのー、でそれを自分の見えるところ例えば左肩とかに貼ってもらうようにしているので準備はしなくても大丈夫ですでこれをつける意味っていうのはやっぱり乗り合いバスなのでお互い知らない人同士だと 何、まあ、ともあれなんでお互い名前を知れて名前を呼び合えた方がまが関係性も少し近づくだろうしそれと同時にやっぱり何かあそこ危ないよっていう時に誰々さん危ないよとか誰々さんあっち行ってとかいう時にやっぱり名前を呼び合える方がまず一ついいことあとは被災者の方も名前で呼んでくれたりすれば。 うんと僕らにすごく支持しやすくなるので,で基本的にマスクしてこういうみんな同じような格好してたりするので誰が誰だか分かんなくなるので名前をみんなつけるようにするとコミュニケーションを図れるのにとてもいいのでこれをやってもらいますで今ちょっと持ってきてなかったんですが石巻ボランティアセンター独自のちょっとこれに似たような名前を書くシールもああ僕ついてるかこれ。 こういういもののもももも実はありますこれでももらえないのかな今回分かんないいかか今回んよねもしかしたらこれがもらえるかもしれないですけどこれ数があまりないのであのもしかしたら僕らもらえないかもしれないんですが個人で行ったりするとこういう名標をつけて作業することになってますはいなんかもっと細かいことでもいいですよ 大丈夫ですか。僕の好きなおかずは何ですかとかそういうのでも全然 <laughs> 構わないんですけど、そういう質問はないですかね <laughs>。いいですか。はい。はい、じゃあえっ、ー、と今日の説明会はもう終わりでいいんですね。えー、これでしまい。まだあの、はい、細かい話、その机の上のものとかそう,そういう話は後で。<laughs> いろいろとそう、ね、田野さんからしていただけると思います明日はあのさっき田野さんも言いましたが7時15分にメディアテイクの表の前のところに集合してくださいそこにマイクロバスが来ますのでそれで乗っていきますえっと、メディアテイクからも4人ほどスタッフがいて明日は総勢22 十二人ですね。二十一人で、えー、行くことになると思います。えっ、ー、とまだ第二回目のタノンティアそれからその先のタノンティアについては申し込みを受け付けておりますので、えー、ご興味のある方はアメダテックまでご連絡いただければと思います。まだ空いています。全然空いています。はい。 それでは、えー、今日の説明会はこれで終わりにしたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました